さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ浅です。今日のイカライフ動画はこちらですよ。松田さんにとってもめちゃくちゃ大事な車ですよね。今松田さんの中で一番売れている車、それ CX-5。 これなんとなくイメージできますよね。だいたい 25% ぐらいの、もう販売比率なんですよ。でそれに次ぐのがこちらです、マツダ2でございます。 19% ぐらいの比率で今マツダ2が松田さんを支えているという、そういうお話ですよ。でそのマツダ2が今回マイナーチェンジしました。でやっぱりね、松田さんいつも僕言いますけれども、あの体型というかグレード構成というか装備というか複雑なので、いやこの撮影始まる前1時間ぐらい頭の中整理しましたよ。なので今松田2検討している方はこちらをまず聞いていただくと、頭の中結構整理ができるかと思います。じゃあ行きましょう。今回のこの松田2新型はですね、グリル周りとかも違いますけれども、まずエンジンから行きましょうか。2つです。 1.5 のガソリン、 1.5 のディーゼル、この2つのみです。でこれを聞いた時に詳しい方はもう知ってますよね。去年実は 1.5 リッターの低圧縮、まあ通常圧縮ですね、このラインナップはマツダ2から落ちてるんですよ。何のこと言ってるんだっていうと、まあ僕の概要欄にも貼っておきますけども、マツダ2の3リットシトラスが出た時の映像でですね、まあそのあたり詳しくは言ってますけれども、もともと2019年にデミオからマツダ2という名前に変わった時に、実は 1.5 リッター2つあったんですよ。このマツダ2には通常圧縮比の 1.5 リッターと高圧縮の 1.5 リッターがあったんです。この2つがずっとラインナップ両方あったんですけれども、去年実はこの通常圧縮の方はラインナップから落とされて高圧縮の 1.5 リッターのみになったんですよ。で今回もそのまんまキャリーです。だから 1.5 リッターのガソリンエンジン、そしてもうクロス D、 1.5 リッターのクロス D はもうそのままですので、でスペックももうそのまんまです。だからパワートレとしてはまずこの2つですよね。ものすごくシンプルという形でここで分かったかと思います。ちょっと車一周しながらちょっと説明していきましょうか。じゃあこれでまずラインナップは整理、じゃあその上でじゃあグレードどうなったんだよっていうと、これもまた整理されましたね。グレードはもうシンプルに3つだけ、3リットシトラス、さらにはスポルト、そして BD、この3つなんですけれども、初めて聞く言葉もあるかもしれないですよね。 BD って何のこっちゃいって、まあ、あの後々撮影しますのでご安心ください。女性のユーザーの方を取り込みたいって思って作られたちょっとおしゃれなマツダ2っていう、そういうイメージが3リットシトラスです。内装がもう明確に違うんですよ。結構ね明るい系の色で差し色もあって、結構おしゃれ感が漂う車で仕立てられております。でその3リットシトラスがある意味中間価格帯というのかな、グレードかな、まあそういう表現になると思うんですけど、その上にこちらスポーツがあります。その一番下に、下にっていう言い方とも今回ちょっと違うんですけど、 BD があるんですけど、後で BD 本当説明します。でこのまずスポルト行きましょう。でこのスポルトもまたね、あのちょっと分かりづらいのがスポルトとスポルトプラスってあるんですよ。でこれ違いは単なるエンジンの違い、ガソリンに組み合わされるとスポルト、クロス D、要はディーゼルに組み合わされるとスポルトプラスになるっていうお話です。で、このグリル、これね。これはスポルトにのみ与えられた顔なので、ちょっとグロスブラック系のギラギラ系で、この赤アクセントが入って、まあこれを見ると、あ、ブラックトーンエディションじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあブラックトーンエディションを装備充実させて引き継いだのがスポルトっていうイメージを捉えてもらってもいいかと思います。結構ね黒で締まった形です。で今回このグリルはですね、ちょっと上側に重心を持っていくようなイメージで、あのデザイン変更ももちろんされております。でこのスポルトとスポルトプラス、エンジンだけの違いだったら同じ名前でいいじゃんかよって思うかもしれないですけど、違うんですよ。ディーゼルのスポルトプラスは装備が違うんです。例えばこれヘッドライト見た時にこれ分かるんですよ。このヘッドライト内側にちょっとレンズあるの分かります？光って分からないか、ほらレンズあるじゃないですか。これ高機能ヘッドライトです。アダプティブ LED ヘッドライト ALH がついてるんですよ。だから ALH がついてるこのヘッドライトはスポルトプラスのみ、要はだからディーゼルにしかないです。これだからガソリンエンジンだとこれ選べないっていう、そういうお話です。ホイール16インチですよ。ほら来た、18560、16インチ。でこれも新しい衣装ですよね。今ちなみにタイヤはプロクセスの R55A が履かれてますけれども、実はこれね左ハンドルで日本仕様じゃないので、これが本当にこのタイヤがついてくるかどうかは分かりません。でさらにスポルトとスポルトプラスの違いで言うと、要はガソリンとディーゼルの違いって言った方がいいですかね。結構ね装備変わるんですよ。ここがねちょっと変わるかどうかが今現
現在少しわからないんですけど、ここ販売店に聞いてください。シートが違うんですよ。これはスポルトプラスのシート。これセンターの部分がラックススウェードでできており、で、これスムーズレザーなんですよ、サイドが。だからこれ革系のシートですよ。で、逆に言えば 15S はクロスのシートなので、今日ちょっと物がないので撮影はできないんですけれども、ちょっとこの見た目、この仕様ではないという話です。ちなみに、スポルトプラスになると、ステアリングヒーターもついてきます。まあ、このあたりをだからどう捉えるかですね。で、ほら、マニュアル、あるじゃないですか。いいっすよね。今回マニュアルは、すべてのグレードに対してちゃんと用意されてます。まあ、このあたりも松田さんらしいですよね。日本で最もマニュアル車を用意してるメーカーですもんね。はい、後席こんな形です。まあ、おしゃれですよね。やっぱ質感高いですよね。で、このね、やっぱ閉めた時の結構ね、ドアの剛性感も、やっぱフロントのドアはすげえ剛性感、リアはちょっとパネル振動するようなイメージもありますね。で、これ海外仕様なのでクリアガラスですけど、これスモークガラスになるはずですね、日本仕様は。はい、後ろから見た時の見た目も、はい、こんな形でーす。ほら、結構おしゃれおしゃれ、この辺りも。で、ちょっと前行こうかな。さあ、こっからですよ。僕が結構今回力入れてなんか説明してるのは何だかわかると思うんですけど、これはすげえと思う。何がすごいかって、価格ほぼ据え置きです。まあ正確に言うと、ブラックトーンエディションで装備とかを簡素化して安くしていたので、それを引き継ぐスポルトはちょっと高くな、10万円ちょっと高くなってるかもしれないですけど、基本同グレード価格でそのまま移行するって考えたら、価格据え置きです。で、その価格据え置きの背景がすげえです。これ説明しないとわかんない。さすがなんか松田さんらしいなっていう感じなので、僕が代弁しますよ。で、これ例えばグリル、今グロスブラックじゃないですか。これバイオエンプラなんですよ。バイオエンジニアリングプラスティックですよ。だからバイオエンプラは、まあ、もともと結構松田さん使ってるんですけど、要はバイオエンプラって何かって、だからこれ石油由来のプラスティックじゃないんですよ。これ植物由来のプラスティックなんですよ。これを使ってあげると、もともとはちょっと高いんですけども、通常の石油由来のプラスティックよりも、でもバイオエンプラの方が絶対的に CO2 排出で言うと植物由来なので、 CO2 換算はそこで吸収できるっていう、そういうお話でもあるから、環境にはもちろんいいんですね。で、いや俺そんな環境で車そんな選びたくないんだよという方もいらっしゃるかもしれないですけど、もうそういう方のためにこれすごいんです。このバイオエンプラの一番の凄さって、仕上がる元の素材は透明なんですよ。そこに色を混ぜ込んで作って成形して出してきた瞬間に、もうこの色でこの輝きなんですよ。通常のプラスティックとかだと塗装するじゃないですか。塗装面ってどうしてもメラメラするんですね。これよく見るとね、これ鏡面仕上げに自然となるんですよ。だから成形した瞬間に鏡面仕上げなんです。要は言うなれば塗装レスなんですよ。だから塗装せずにこれだけキラキラの鏡面仕上げのグロスブラックが出来上がってくるっていうのは、かっこよさもあるし、 CO2 排出も低減できるし、価格的な塗装レスだからメリットもあるっていうね、いいことずくめの内容なんですよ。だからこのあたりがね、すごい。で、もう一つ、こちら、これ、デカールです。屋根、これも一つです。真正面から見たときに、屋根、色違うじゃないですか。こういうのもやっぱアクセントとして大事じゃないですか。これをデカールとしてやってるのが、まず大きなミソ。これデカールでやった時に、要は塗装じゃなくてデカールでやるって、やっぱね、価格が抑えられるんですよ。より具体的に言うと、例えば、マツダ3、ツートンカラーやってるじゃないですか。あのマツダ3のツートンカラーって、塗装工程2回入れてるんですよ。だから2回入れると、それだけ CO2 排出だって増えるし、もちろん、まあそれはまた置いといたとして、でも価格が高くなるじゃないですか、2回工程だから。でもこれは1回塗装をかけた上で、あとはこれ張り込みだけです。張り込んだ時に工場ラインの中でこれをきっちり張り込むっていう、それを生産ラインに乗せて張り込むっていう、ここがすごいところ。だからタクトタイム、要はこの工程だけで言うと、さすがに10分は切れてないけどもって、そういうお話をしてましたね。これ通常ラッピング屋さんがこれをきれいに貼ろうと思ったら、だって周りとかもやっぱね、パーツのこの折り込みまでしっかりしてるので、そういうのを踏まえたらね、この質で貼ろうと思うと結構1時間行くか行かないかとか、そのぐらい時間かかるんじゃないかなって、パーツ付けとかそういうのまで考えたら結構かかるはずなんですよ。それをね、工場ラインの中でやるっていう。で、しかも3リットシタースもそうだし、このスポルトもそうだし、 BD の素のボディと同色のルーフを選ぶ方以外はみんなこれ何かしら貼ってるって話なんですよ。だからね、すげえ手間暇かかってるんです。でも価格上げてないんです。
なぜそれができるかっていうと、だから先ほどのグリルの話と一緒です。塗装工程を減らせるからなんですよ。塗装工程を減らした上でちゃんと最初の品質ができるっていうような形で仕立てるっていう、あの部材開発から成り立ってるこのマツダ2の今回の進化なんですよ。改めてこういうグリルすごいんです。ちなみにスポルトはこのブラックミラーもそうですし、あとはリアのスポイラーもこれブラックでついているっていう、まあ、このブラックが差し色っていうのがまあスポルトの特徴ではありますね。これ運転席僕のに合わせてますけども、後席どんな感じだっていうのもあるかもしれないので、よっ。さあ後席乗った時にヘッドクリアランス横で1個っていう感じですかね。足元はこんな形です。そこまで広くはもうもちろんないですね。まあでもまあ大人4人でも十分、まあ日常のライフスタイル支えにはなる車かと思います。荷室も見たい？はい、ちょっとお待ちよ。さあ、荷室。まあ、このあたりも変わらないですね。倒すと、もうここに段差は絶対できます。もうどうやってもできます。床面と同じ高さにとか、そういうところはやってはいないです。ほんとそのまんま、だ見た目の結構部分を今回の変更では相当こだわってやってきたっていうところはありますね。まあ、もちろん乗り味もちょっとは変わってるんでしょうけども、その乗り味は今日は全くチェックできないので、まずは変更点だけどんどん伝えていきたいと思います。あ、ちなみにボディサイズとしては全長4080、まあ先代モデルは4065だったので、まあ衣装変更含めて若干長さが変わったぐらいです。まあほぼ変わってないという話です。で、幅は1695、変わってないです。高さ1525です。これも変わってないですね。ホイールベース2570、これも変わってないです。で、車両重量的にも何にも変わってないです。これディーゼルモデルなので1110キロ、ガソリンになると20キロ軽くなるので1090キロ、まあそういう仕立てになっております。じゃあちょっと BD グレードも見に行きましょう。さあ来ました。こちらが新しいグレードという表現になるのか、 BD グレードになりますね。で、見た目としてはこのグレードの方がなんか変更されたっていう感じがすごい出てますよね。この BD グレードはこの黄色がある意味アクセントでございます。さらにもう一つ大きいのがあったね。はい、ごめんなさい。グリルがこういう風にちょっと塞がったような、上側は開いてるんですよ。でもここ下側は塞がってるような形になります。これが BD グレードの特徴。マツダとしては要はエントリーモデルじゃないですか。で、その中でも要はエントリーグレードとかは絶対的に価格を上げたくない、できるんだったら価格も落としたいぐらいなわけですよ。で、そこでもう一つこだわりがあって、やっぱり今趣味嗜好性とかも多種多様化してる中で、価値観も増えてきてる中で、やっぱりその安いから我慢して乗るとかじゃなくて、例えば装備を抑えて、もう例えば価格を抑えてその車を我慢して乗るとかじゃなくて、車なんてもともと高いわけじゃないですか。だからそれで言った時に選べる自由とか個性をっていうところで、すげえいろいろ選べます。これがね、一番の最初のスタートグレードだっていうところに価値がある。今この仕様としてはかなりベーシックな仕立てになっておりますけれども、これで164万7800円という形で展開がされております。まあそれを踏まえるとそんな高くなってないっていうのもお分かりいただけると思うんですけれども、まずこれボディ色で12色あるんですね。で、それぞれこのボディにはこれが選べるとか細かい規制はあるものので、屋根の色も白黒で選べたりもします。で、さらにはこのホイールキャップあるじゃないですか。このホイールキャップもこれ6色の中から選べるようになってたりもします。で、さらに言えば、あとちょっと細かく言いますけど、この内装のデコレーション色、うお、これ質感高え。内装のデコレーション色も違ったりもしますし、で、さらに先ほど言ってたこの色も選べたりもします。だからそういうの全部含めると、これ BD グレード198通りもあるんですよ。だからどの組み合わせでどれが可能とか、そういうのは細かく設定があるので、もう販売店で聞いてください。この選べるっていう、個性を出せるっていう、これを一番価格を抑えたグレードにちゃんと設定しているっていうのがすげえ親切なところだと思います。だからちなみにね、これ正体は普通の鉄チンホイールですからね。鉄チンホイールなんですけれども、あえてその鉄チンホイールを選ばないと、この衣装変更のこのホイールキャップは選べないわけですよ。だから16インチでは選べないんです。3リットストラスはこの鉄チンホイールじゃなくて同じ15インチなんですけども、3リットストラスだけはアルミのホイールに15インチになるので、だからこのホイールキャップは選べないんですよ。だからこの BD グレードにのみ選べるこのホイールのキャップなんですよ。この色を何色にしますかも含めた上で、まあいろいろ遊び心入れられるぞっていう、そういうお話でもありますね。基本としてはこのルーフに対して、まあ同じミラー色という形なんですけども、先ほどスポルトでも説明しましたけど、このね、実はデカールが
これちょっと細かすぎるか。まあでもちょっとお伝えしとこうかな。このデカールって下側に若干のホコリがあっただけでもやっぱボコボコしやすいじゃないですか。光が入った時にラメラメしやすいじゃないですか。ベースの部分がデコボコしちゃうと。だからその時にデコボコしないように工場で貼ったとしても見た目がバシッとするようにっていう、この元々のこのデカールからしてちょっと開発してるので、そこもね、あのタクトタイムを減らすための一つ努力があったりもするんですよ。まあだから価格を上げずにこういういろいろ選べるっていう、こういう自由度を持たせることができたんですね、このマツダ2に。このあたりがマツダさんのこだわりでもありますよ。だからちょっと今回のマツダ2って、いつも僕あのマツダさんの車の紹介するときに意外と走りの部分とか、まあ GVC であるとか、なんか走りのところばかりにどんどん入っていくじゃないですか。でも今回ちょっと違いますよね、僕の説明の仕方も。ちょっとねマツダ2はもちろん走りも磨き上げてはいるんですけれども、いかに価格を上げずにより見た目であるとか内装も外装も含めてなんですけれども、どんどんこだわりを持っていくか。だから安イコールチープみたいなのは絶対嫌だっていうね、もうその意思がねすげー現れているんですよ。極めつけはね、先ほど言ってたこれバイオエンプラなんですよ。でこのバイオエンプラって見た時に、ここわかるかな、これね表面に脂肪が入ってるのにちょっとわかりにくいんですけど、見たらすげえ光り輝いてるんですよこれ。で普通塗装をしたらこれ鏡面仕上げで磨きをかけないとこんなねきらびやかにはならないんですよ。このバイオエンプラを使ってあげると、実は成形して、その成形の金型は磨かないといけないんですけども、成形して出してきた瞬間にもうこのものが出来上がるんですよ。塗装であるとかの後工程とか後加工が一切なくできるんですよ。だからそういったところでコストを抑えるっていうのをやってるのがねすげえところ。だから最初僕バイオエンプラって聞いた時に、ちょっと話聞いてくださいっていう時に、僕最初ちょっと嫌だみたいな顔をしたんですよ。でそれはやっぱりバイオエンプラとか CO2 排出とかを下げるっていうのはメーカーさんに努力してもらいたいことであって、ユーザーからしてみたら直接的には関係ないじゃないですか。そういう環境に良くするために車両本体価格が上がったら、いやなんかうーんってなるわけじゃないですか。でもマツダさんがやってるのって環境にももちろんいいんですけども、それ以上にこういう見た目の超綺麗さ、要は質の高いこのパネルの作りであるとかもそうですし、塗装を使わないっていう製造工程省略化によっての価格を低減するであるとかの、要は僕らエンドユーザーにもメリットがあるやり方なんですよ。だからこれがねすげえ、このバイオエンプラのこれはね強く言いたい。これ言わないとわからないでしょ。こういったもすげえ輝きがほらキラキラしてるでしょ。普通これ塗装でやったら、塗装した後にこれね鏡面仕上げでこれ磨かないと絶対出ないですけど、そんな加工したら使えるわけないじゃないですか、164万円の車両に。でもだからマツダさんのこういう質感とかがよく高いって高いってよく室内最近よく言われますけれども、なんで高いのかって、そういうね小さな説明しないとわからない努力があって、まあ成り立ってるっていうのもちょっとお伝えしたかったので、今日はちょっとはい力説しておりますけれども、このあたりのクロスとかの作りとかもいいじゃんね。はい、こちら BD グレードになります。ちなみに鉱石どんな感じか。はい、鉱石のシート、あこのサイドはだからはい色が違いますね。おしゃれじゃないですか。だから締めるところ締めてるんですよね。おしゃれおしゃれ。だから今マツダ2としては3リットストラスがまずあり、これが女性のユーザーを捉えるようなちょっとおしゃれな内装で、こちらの BD グレードで遊び心を抑えるような、まあそういうグレードで、硬派な、もうなんか鼓動デザイン大好きみたいなマツダファンの方とかのズバッと刺さるのはやっぱスポルトかとは思うんですけれども、こういう遊び心が備わってきたのもなんかすごいいいんじゃないですかね。可愛らしさというのか、このポップさっていうのかな、硬派なイメージがマツダさん強かったので、なんかこういう仕立ていいんじゃないですかね。ちなみに3リットストラスも今回顔はこの顔ですからね、グリルとしては。なので3リットストラスは見た目はこの BD と同じなんですけれども、内装がまあ女性向けの結構仕立てになってますよっていう、そういう風に捉えてもらうといいかと思います。というまあマツダ2、あのいつナンバー取れてどういう風に走りが変わったのかとか、そのあたりはちょっとまだまだ先になってしまうかもしれないんですけど、まずはマツダ2こういう風に変わったよ、グレード
ード構成も変わったよっていうのを覚えておいていただくといいのではないかなと。あともう一つ、この BD グレード、そんな198通りもあったら俺選べねえよっていう方もいらっしゃるかもしれないです。ご安心ください。おまけ動画見てください。もう松田さんとしてこの仕様かっこいいんじゃないの、おすすめだよっていうね、パッケージ仕様みたいなのもちゃんと用意されてますので、おまけ動画見ていただくとそれよくわかるかと思います。ではひとまず松田の、まあ、屋台骨を支えている1台マツダ2の、新型モデルのご紹介でした。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。おまけ動画も見てください。チャンネル登録高評価ともよろしくお願いします。イカレフォ。今日のおまけ動画は先ほども言った通りですけども、こちらですよ。あの BD グレードで198通りも選べるって、もちろんすげーっていうのもあるんですけれども、同時に198通りも選べるのって選ぶのめんどくさいよみたいなね、まあそういうコメントもあるかもしれないので、マツダのデザイナーがもう考えた、これおしゃれだよ、おすすめだよっていう2つの仕様が、パッケージ仕様ですね、が用意されております。ルーキードライブとクラップポップが用意されております。どちらがルーキードライブか、なんとなくドライブなんか躍動感あるのどっちでしょうみたいな、まあこっちですね。はい、なのでこちらルーキードライブです。でこのルーキードライブは外装色としては2色用意されておりますけれども、アクセントとしてこのオレンジが最初から選ばれております。ほらオレンジ、こういったところもオレンジ。スポルタだとここ赤でしたよね。BD グレードだとここ黄色でしたよね。それがもうオレンジが差し色となってという形です。ほら、ホイールキャップも違いますよね。ほら。違う、オレンジが差し色で入ってる。で先ほど、まあ、外装色2つって言ったじゃないですか。だから外装色2つに合わせてこのホイール同色で合わせてあって、オレンジが1つ差し色で入ってるっていう、まあ、こういうホイールのキャップですよね。まあそれが用意されております。でこれアフターでもこれ選ぶことできますけど、だからアフターパーツも全部含めた上で、あのマツダのデザイナーの方がこれおしゃれじゃないのを、選択しているような形なので、単独のパーツとしても選ぶことは、アクセサリーパーツとしては可能ですので、だからこの横のちょっとチェッカーマークを思わせるこのデカールももちろん選ぶこともできます。でルーフは白なんですね。はい、白デカールでリアウィングがついており、オレンジでの色で仕立てられております。でこちらで価格が201万円になっております。まあもちろん BD グレードからすると若干もちろん高くはなってしまうんですけれども、でもこういうパッケージで最初から仕立てられてるっていう、このルーキードライブでこれでマニュアルとかすごいなんかかっこいいけどね。はい、ここアクセント、ここも入っております。ここもアクセント入っております。おしゃれおしゃれ、なんか可愛いですねこの色。はい、そしてもう一つがこちらです。クラップポップになります。このクラップポップ価格190万円ですよ。だからそう考えると、先ほどのルーキードライブと比べると10万円以上の差があるわけですよね。でまあそれを踏まえてもらうといろいろわかると思いますけど、結構ね BD グレードベースっていうのがすごくよくわかるかもしれない。さっきのルーキードライブはオレンジでしたけども、もうそのまんま BD グレードそのままの黄色グレードですもんね。でこの白グリルも通常でも選べるはずですし、しかしながら全体を白で統一化しているっていう、要はこのクラップホップは白差し色、これがまあ一つのテーマでございますよ。ボディ色はこの2つから選べるっていう形です。こういうデカールも最初から入ってくるっていう形ですよ。あ、こっちにも入ってますね、下にまで、うん、繋がっているという形で、ホイールも、はい、白系でちゃんと合わせられておりますね。でミラーもそうですし、このルーフもそうですし、でスポイラーはこの車両に関してはついていないですね。だからルーキードライブやっぱり BD グレードとスポルトを合わすような形で、だからこの結構リアウィングがやっぱついてるのがなんかやっぱ存在感とか、うん、スポーティー感は結構違うんだな。で後ろにも、はい、デカールが入っております。で黄色アクセントが入っているという、そういう形ですね。まあこれを見ると、まあクラップポップであればなんか自分で選ぶよという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあそんなこと言うもんじゃないな、ごめんなさいね。まあこのデカールとかもあのアフターで選べますけれども、用品として選べたりしますけれども、要はでもいろいろ198通りでボディ色からホイールの色からグリルからとかいろいろ選べる中でここにたどり着くって意外と時間かかるわけですよ。でしかもこの色にはこれが合うとかの相性ってあるじゃないですか。だからその相性まで踏まえていった時に意外とね、やっぱりこういう選べるっていうのは逆に言えば
相性の悪いものっていうのを、まあ最初から松田さんは今回排除してくれてるので、この色にはこれしか選べませんとかちゃんとなってはいるんですけれども、あのこのね、このなんか完成度のところには結構ねたどり着くっていうのは、まあまあご自身のセンス次第なんですけれども、まあなので最初から松田さんとして、だからデザイナーとして松田2のデザインとかグリルとかのデザインとかに合った感じとしてはこれですよ、さらにはルーキードライブこうですよっていうあの提案ですので、そういう自分で選ぶのが面倒だとか、ちょっと自分のセンス心配だとかね、まあそういうのがあるんであれば、こういったもうパッケージから選んでしまうのもいいのかなと思います。